はい、皆さんこんにちは。ゆうこです。ひかりん店長です。こんにちは。お元気ですか？今回聞いてみるのは、初投稿でもあげました FIRE-EX の曲が、リクエストにあったので、そちら気になったので聞いてみたいと思います。あ、動く？ちょっと練習するね。卖个想昨日的心痛，也袂听运命的变化。忽然间失去希望，我知影你的孤单，我知影你的惊吓。やっぱいつもだけど、前もそうだったけど、すごい町の人とね、交流してくれてるよね。市場でお手伝いしてくれてる。で何かお願いしてましたしね、みんなで揃えて。はい。いいですね、歌詞がすごい前向き。キープオンゴイング、前に進もうみたいな、過去は過去って結構しんどい時前向きにさせてくれそうな歌詞ですね。あ、言葉してる。すごい日本の文化にすごい触れてくれてますね、いろいろと。嬉しい。わんこそば何杯食べれたんやろね。なんかやっぱすごい馴染もうとしてくれてるっていうのがね、すごい伝わって、日本好きが伝わってくる。本当に。声もいいし歌詞もいいし、どんどん好きになっちゃうね。大好き。握ってくれてる。握ってくれてる。すごいね、表情がね、この人たち本当優しい、心から心配してね、そういうのが伝わってくる人たちだなって思う。我知影这无轻松，但未来有我伫遐，要去就爱行。哦，你的故事你家己来写，继续向前行。哦，你的故事你家己来写，继续向前行。哈哈。やばい、もう大好きやね。大好きです。うん、本当に。うん、泣きながら歌って、なんかなんだろうね、すごい気持ちの伝わってくるバンド。本当にあそこに施設にいた方たちは本当に勇気づけられたと思うし、見るたびに好きになっちゃうよね。この間日本の外務省っていうところ、がこの方たちに、その対日の友好に貢献したっていうことでね、表彰はね、してくれたんだけれども、でもなんかね、もっと大きい賞をね、もっと大きい賞をあげてもらっていいですか。これからも対日のいろんな話題取り上げていきたいと思いますので、いいなと思いましたらぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。